小坂直義ですけど、このなんていうとこだっけ、これは広め市場で今食べて飲んでるんですけども、まあとにかく全然違う世界で、まあまあ、高知というか土佐藩というか土佐藩のね、やっぱり明治維新の時に薩長土肥でやっぱり一角を占めた、そういうこうなんていうかな、共同体の強さみたいなものがまだ生きてて、だから古い、まあ、よさこい祭りもそうですけど、古いこう共同体の絆っていうものが非常に強烈に生きていて、でみんな本当に嬉しそうな生き生きとした顔してるので、ここで飲んでる人たちもそうなんだけど、まあ、人間の本来の姿っていうのはこういう、まあ、小坂的に言うと個体が持っている大きな共同体の絆なんですよね。だからそういうものが土佐っていうか高知には生きてるってことですね。まあ、だから大木さんがここに来た理由っていうのもそういう魅力なんだろうというふうに思いますね。大木さんは結構前衛映画撮ってる割に、古いものに対するこう回帰みたいなのが強くある人なんですよね。だからまあそういうところがあるのではないかと。でお味はどうですか？おいしいです。美味しいですね。これ小坂的な格付けでいうと、例えばこのお刺身今も随分売れ行きいいですけど、超一流から6400まであるわけですね。だからやっぱり驚くけども、つまりこのまあカツオもそうですけど、さっきも藁で焼いてて美味しいお刺身とかそういうものが、まあ、つまり非常に新鮮で現象的なものっていうのが、だから超一流から6400あるわけですね。そういうものがまだ生きてる世界で、それとまあそのなんていうかな、東京の大衆酒場みたいなものが持っている、まあ、六流の味の世界とは違うわけですよね。はい、以上、ご報告でありました。わらはそこで焼いてるんじゃないですか。さっき取ったんですけど、わらはね、はい、